皆さんこんにちは。こんにちは、本日はいつもイライラしている人へストレスから解放される秘訣についてお伝えしていきたいと思います。この動画を見ていただくとですね、今この瞬間にストレスから解放される方法がわかります。はい、イライラしている時、本当にこの瞬間にイライラから解放される方法ってあるんです。誰でもできます。魔法のような方法が、はい、はい、それは呼吸に意識を向けるです。呼吸ですね。呼吸してますよね。してます生きてるからしてるはず、ね、私たちはずっと死ぬその時まで呼吸っていうのはしてるんですよね、うんうんうん、でも忘れてますよね。忘れてますね。イライラしたり悲しいことがあったり、なんかそのストレスフルになった時にですね、うん、その時こそこの瞬間呼吸に意識を向けてください。なるほど。そしてその次に呼吸と共にいるっていうことをやるんですね、うん、うん、呼吸をしているっていうことを忘れてるけど、呼吸に意識を向けたその瞬間に、うん、私たちは呼吸してるってことにすぐ気がつきます、うんうんうん、そしてその鼻から息を吸って鼻から出してる、まあ、もしくは口から出してる、どちらでもいいんですけれども、うん、その呼吸の動きに意識を向けて呼吸を感じるんですね、うんうん、で呼吸に意識を向けて、その呼吸をした時に、呼吸を吸った時に、例えば鼻のこの辺りとかにどんな感覚があるか、うん、そしてその息を出した時にどんな感覚がまたあるのか、どんな温度を感じているのかっていうことを感じてみます。そしてしばらくですね、それとその呼吸とともに自分がいる、そのリズムとともにいるっていうことをします。そうすると結構ね、その瞬間自分がどんなに浅い呼吸をしていたかっていうことに気がつくことがあるんですね、うん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 、でもし気がついたら深呼吸をしてみます。深く息を吸ってふーって静かに吐くっていうのを能動的にするんですね、うん、普通の私たちがしている呼吸っていうのは本当に静かなこういう呼吸ですけれども、うんうん、ストレスイライラって感じた時こそまず呼吸に意識を向けて深く深呼吸をする。そうすると本当にどんなに自分が呼吸してなかったかということに気がつかれると思います。でこれだけでもですね、もうストレス結構なくなってるんですね、うんうん、なんかそうですよね。そんなイライラしてることとか忘れるっていうか、そこに意識が向かなくなりますもんね。そうそう、呼吸に意識向けるからね、うんうん、そう、うん、それでもしね、時間があるんなら取れるんだったらば、その後に自分の今度は体の中で何が起こってるかっていうところに目を向けてみる、そういう時間が取れれば取ると、うんうん、またですね、自分の中に戻ってくる静けさだとか、うん、穏やかな気持ち、平和な感覚、平和な感覚っていうのが、うん、より感じていただけると思います。うーん、体の中に何が起こってるかなんて普通感じてませんよね。感じてないですね。感じたことないかもしれないですね、うんうん、でもその、ね、マインドフルネスって今マインドフルネス瞑想とかありますけれども、うん、マインドフルネスっていうのは本当に今ここにあるっていうことなので、うんうん、自分の意識を今ここに向けるっていうことなんですね、うん、でその後にその自分の体の中で何が起きてるか、例えばイライラしていた時にもしかしたらこの辺がこわばってたりするかもしれないし、うんうん、もしかしたらどこかに痛みを感じているのかもしれません、うんうんうん、その体の中で何が起きてるかっていうのに静かに寄り添うっていうことをします。そうするとそのイライラだったり痛みだったりするものが徐々に変わっていくことに気づかれると思うんですね。そういうような時間を取る、ともかく自分自身、今ここに自分自身といるっていうことを呼吸とともにするという時間をぜひ取ってみてください。本当にストレス消えます。なるほど。呼吸とともにいるっていうことはなんか素敵ですね。そうですね、いつもそうありたいですねはい、では皆さんもイライラしたら呼吸と共にいるっていうことをこう思い出して、うん、呼吸に意識を向けて、体の中に意識を向けてみてください。今その瞬間にストレスから解放されます。はい、ぜひ試してみてください。はい、本日もありがとうございました。ありがとうございました。